出囃子フロムユニバース、星2。主人公は売れないメスのお笑い芸人。お笑いに命をかけているタイプの殉教者で、相方のおっとり系を摩耗させまくった結果、音楽性の違いによって解散。絶望している時にふと、地球を侵略するみたいな宇宙が膨張しているうんうんのクソ美人の天然系のガチ宇宙人に遭遇し、笑おもすがる気持ちでその宇宙人とお笑いをするというぶっ飛んだシナリオ。お笑いのネタだったり登場キャラややっていることがクソ真面目なのだが、そこにトリックスターの宇宙人が存在することでこの真面目リアル空間を一気にぶっ壊しにかかるというセンスがディモールトでね。宇宙人はガチで宇宙人であり、増えたり、記憶を消したり、空間を跳躍できたりとやりたい放題。ここからネタバレ。メインヒロインじゃない方のもう一人の宇宙人が事態の収束のために主人公のところに現れて、主人公たちの笑いを気に入り嫌々ながらそいつが記憶抹消係を兼任するので、この主人公がどんだけ飛んだ演出をしてもなかったことにできるというセーフティー機能付き。このセーフティー機能を盛り込むことによって、この漫画はこの宇宙人にガチで何でもできる余地が生まれたので表現の幅が無限大になるのぜ、いい戦略なのぜ。とてもぶっ飛んでいるけどバランスの取り方がクッソ上手な漫画。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。